戦闘よい、行くぞ。分かってる、行こう。 強い巨人がいるのかな。 世話を焼かれるとはな。気にしないでよ、リヴァイ。それにたまにはこういうのもいいんじゃない。救援要請か。無視はできねえな。
反撃はこれからだ。やるじゃねえか。落ちろ。よかった。思い知ったか。これが人類の力だ。エレンの硬質化能力によって地下を脱したリヴァイたちは地上を這い進む巨人化したロッドレースを追跡していた。その途上でオートから駆けつけたエルヴィンと合流。巨人の進路にはオルブ毒があることが判明する。寄せ集めでも今の最高戦力をもって巨人を迎え撃つ。その準備を整えるため一行はオルブ毒に入った。ヒストリア、言い忘れていたが、お前にやってもらうことがある。この戦いが終わったら、正当な王位継承者として女王になれ。あ、女王様？ヒストリアが？クーデターは成功したが、兵団がトップに立っても民衆は従わない。正当な王位継承者が、偽物から王冠を取り戻したって物語が必要なんだ。私がいいな。あの兵長、ヒストリアは父親と別れて、その面倒なしがらみから抜け出せるというか、なのにまた。なんだ、言いたいことがあるならはっきり言え。つまりヒストリアはようやくレイス家から離れて自分を取り戻したわけで、なのにまた押し着せの役目を与えるのは、つまりかわいそうかと。わかりました。次の任務は女王ですね。了解しました。ヒストリア、心配してくれてありがとう。でも押し着せにするかどうかは結局自分次第なんだって、そう思う。ただ
兵長、一つだけ条件が。ああ。自分の運命に自分で決着をつけさせてください。来るぞ。あの巨人をオルブドクへ入れてはならん。敵情固定法で何としても奴を仕留めよ。攻撃で簡単に殺せるとは思ってねえが、試すだけは試しておかねえとな。敵はその巨体ゆえに、ノロまで的がでかい。敵将固定砲の攻撃は有効なはずだ。同じ部位を狙って集中砲火を浴びせる。指示した部位に向かって砲撃せよ。右腕を狙え。左腕を狙え。チッ、外れたか。よく狙いを定めてから撃つんだ。やった、命中しました。ああ、そうだな。どう、砲撃は効いてるの？セミの小便よか効いてるようだ。巨人は待ってくれないぞ。装填急げ。大きさは超大型巨人の倍ぐらいかな。体温はすごく高そうだ。胴体を狙え。撃て。今できる最大限のことをやるんだ。はあ、分かってる。やつが壁に到達すれば砲撃はできなくなる。残された時間は少ねえようだな。これだけの砲撃を浴びせて巨人の前進は止まらないか。撃てー。よし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。俺の刺さった街が終わりだ。下がってろ、中道兵団。あとは俺たちが引き受ける。サシャ、アルミ、二人で息を合わせて巨人の両手を同時に狙うんだ。了解です。私が合図を出しますから、アルミは合わせてください。
きますよ。アルミン、サシャの合図をよく聞いて射出するんだぞ。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミンとサシャに頑張ってもらうしか。行きますよ。突っ込め。アルミン、落ち着いてサシャに合わせて。あなたならきっとできる。こいつ図体の割に腕は細いもんな。攻め続けてればそのうち。今です。攻撃。どうしてアルミ、サシャの声が聞こえねえのか。程度の爆発でも両手に同時に当たりさえすれば。今です。攻撃。倒れねえか。急げ、壁が持たねえぞ。今です。攻撃。アルミン、急いでくれ。壁が崩れそうだぞ。今です。攻撃。やったぞ。手応えありだ。サシャ、もう一度やってみよう。今です。攻撃。
5年前のあの時と同じだ。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミンとサシャに頑張ってもらうしか。行きますよ。突っ込め。やったか。よし、耐性が崩れた。エレン、勝利、立体機動でとどめを刺せ。これほどの巨体で本体は縦1メートル幅10センチの大きさしかない。本体は飛散した肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して本体にとどめを刺せ。私も戦闘に参加したいんです、団長。どうか。君の考えは理解し、許可はできない。私のこの体では止められます。誰か本体を見つけたのか。あれはヒストリア。ハゼ散った肉片の中からロッドレースの本体を探し当てたのは、他ならぬ彼の娘ヒストリアだった。ロッドレース巨人を仕留めたヒストリアは民衆の前で自らが真の壁の女王であると宣言。女王としての正当性だけでなく、己の力を民衆に示してみせたのである。その一方でケニーはレース家の地下洞窟から脱出した際に重傷を負い、今まさに死の淵にあった。卑怯で臆病なロッドレースに代わり、先代の当主から王の力を継承した弟は名をウーリと言った。この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。ウーリは圧倒的な力でこの俺をいとも簡単にねじ伏せた。それほどの力を持った王がこの俺に頭を垂れたんだ。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。アッカーマン家への迫害が終わり、俺は妹を訪ねた。そこで死にかけのガキに出会った。リヴァイだ。親に飼われるほどできた人間じゃねえ。俺はただ奴に地下街で生きる術を教えた。リヴァイと別れた頃、すっかり追いさらばえていたウーリはいずれ自分の力がロッドの子たちに引き継がれると語った。その力は神にも等しい力だ。もしも手に入れれば、俺でもあいつと対等な景色が見られるかもしれねえと思ったんだ。大ヤクドにその出血、あんたはもう助からねえな。いいや、どうかな。ロッドのカバンから一つくすねといたやつだ。どうもこいつを撃って巨人になるらしいな。ひとまずは延命。
できるはずだ。それを撃つ時間も体力も今よりかはあったはずだ。なぜやらなかった？ああ、なんだろうな。俺は死にたくねえし、力が欲しかった。でもそうか、今なら奴のやったことは分かる気がする。はあ。俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。お前は何だ、英雄か？ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない？知らねえよ。だが俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。俺の姓もアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんの何だ？バカが、ただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった？俺は人の親にはなれねえよ。ケニー、本当にやるのか？うん、やる。殴った後で言ってやればいい。殴り返してみろって。お前な、ヒストリア恨んでないならやめとけよ。ありがとうな。